いよいよ本格的な冬になったこの12月の半ばに、コンチネンタルのバイキングコンタクト7、いわゆるプレミアムスタッドレスタイヤです。これを、試験車両はじゃーん RAR です。STI の渾身の作、すっかり雪かぶったこの標高2000メートルの場所で、試してみたいと思います。まあホイールは新しいんですけれども、特に軽量光合成というホイールではないので、ちょっと本来だとこの車には荷が重いのかもしれませんけれども、スタッドレスタイヤですので、このホイールとの組み合わせ、デザインはなかなかいいです。お値段の割に非常にデザインが良くて、先日の L1 ラリーでも試したホイールですけれども、これに、バイキングコンタクト7の24540R18 を組み合わせたいと思います。いろいろなのタイヤがあるんですけれども、このバイキングコンタクトっていう、スタッドレスタイヤにはいつも最新のコンチネンタルのテクノロジーが注ぎ込まれてまして、まだ夏タイヤの方は6なんですけれども、このタイヤは7という一つグレードアップした技術が投入されています。コンチネンタルの良さっていうのは、やっぱり僕はよくトレッドの魔術師とか、コンパウンドの魔術師って言うんですけれども、VDC がついたりトルクベクタリングがついたりして、ちょっと四輪バラバラで逆方向にトルクをかけるような、そういう制御に対してコンチネンタルはブレーキとか駆動系の開発もしてますので、コンチドロームっていう大きなテストする施設を持ってます。そこで、車を走らせながら世界中のありとあらゆる天候を再現して、タイヤと一緒にカメラをこう走らせてトレッドの様子を調べるという、そういう装置を持ってますから、コンチネンタルの作るタイヤには非常に僕は信頼性を持ってまして、今このタイヤをたくさん使ってるんですけども、冬タイヤはこれ2シーズン目のタイヤなんですが、とても、面白いタイヤです。なぜかというと、このタイヤのトレッドパターンは左右対称です。左右対称にして、濡れた積雪路面ですか、シャーベット状のですね、あとは、濡れたアイスバーン、そこで排水をきちんとすると、そうすると今度、非対称のものに比べて、コーナリング性能ですとかハンドリング性能が悪くなるかっていうと、それがですね、なかなかですね、ターマックでもいい制御ができるんですね。もちろん VDC の働くところまでやってみたんですけども、VDC がこう働きながら車を非常にこのコントローラブルに、してくれますので、なかなかこのタイヤはいいと思います。100分は一見にしかずで走らせてみましょう。今行き止まりの林道で、車は来ない前提です。というか調べても来ない、何もいないのを確認してあります。ただ、落石がすごいです。であまりひどい石は今どかしましたけど、残さざるを得ない石がいっぱい落ちてますんで、そこをこう避けていく様子がこの車の操舵応答性の良さを示すと思いますので、そんなことも考えながら走らせようと思います。じゃあ行きます。この RR は今8000キロを超えてだいぶ馴染みが出てきました。でこの前ここで、最新の WRXST 走らせてですね、ちょっと動きが吸収できてないよというような話をしたんですけれども、これも同じようにですね、もともとはサーキットを走る設定になっていて、どうもそのバネの設定が硬いんですよね。ですから今日もここを登ってくるときに、後ろがすごくこう踊り気味になるので、今この、センターデフは、マニュアルモードで、リアに一番寄らせたところから一目盛りだけ、前に、駆動力を持ってきた状態で走ってます。もちろん、エンジンは、S シャープです。
します。これです。もう避けていきます。サード減速、これもみんなしてたんですよ。ちょっとギャップがあるんで、割とこの車が動かない理由は実はコンプリートにしました。まあ、STI のコンプリートカーを作るのと同じ手順で車を設定してあります。まあ、いわゆる勘違いされる方が多いんですけど、アライメントというやつではないです。アライメント調整で修正するというのは、普通の車検の、なんていうんですか、車検で通るサイドスリップですとか、そういうものが大体車できてれば、そんなにアライメント調整のしなくてもちゃんと走るんですね。そうじゃなくて、コンプリートカーっていうのは一つ一つ手組みで、車を完成させてますので、その部分の作業をうちのファクトリーでやってあるのが、この車です。ですから比較的こう動かなくなってます。ここすごいスリル、危ないところなんですよ。まあ好みから言うと、ダンパー設定ももう少し変えたいし、リアのスプリングレートがちょっと僕の好みに合わないんで、多分それで後ろが少し踊るんだと思うんですけども、うまいことはこう動かないんですよね。実はこの車で走るのは本当久しぶりで、しかも今度はパイロットスポーツとではなくて、スタッドレスタイヤを履いてますので、これ見てください、こういう風に石が落ちてるんです。なかなかこのバイキングコンタクトがですね、いい味を持っているんですよね。こういうところしやすい、泣かないでしょ。今石振っちゃった。こういう抜群の操舵応答性です、ね、バイキングコンタクト6、7っていうのは、6とよく間違えますけど、7っていうのはこういう面白いタイヤです。まあ、一番新しいスタッドレスタイヤですから悪いはずはないんですけれども、これグローバルのタイヤなんですね。ですから、アウトバーンなんかをこうぶっ飛ばしても大丈夫なように作られているので、やっぱりレベルが高いですよね。これスタッドレスですよ。滑るんですよ。これ石がゴロゴロして、ここを避けていくのはここすごいでしょ。ここにも石がゴロゴロしてます。ということで、どうでしょう、このタイヤの良さを十分ご理解いただけたと思いますと同時に、車の良さも味わっていただけたんじゃないかなというふうに思います。まあ、ファイナルエディションがもう完売になって、で今日時点で、残りのカタログモデルが多分600台を切ったと思うんですね。でこれはもちろんバランスドエンジンで、吸気はダクトに加工がしてあって、導入がしやすくなっている。それから排気系はキャタライザーはいじってないです。これはやっぱり保証する上で、これをいじると大変なことになるので、キャタライザーはそのままなんですけれども、排気効率が非常に高いものが組み込まれてますので、329馬力で、トルクは1ニュートンだけアップさせてるっていう、まあ、本当に、まあ、平川さんの執念で作った車だと僕は思うんですけども、そういう車なんですけども、ちょっとそのダンパーがとかバネが平らなサーキットを走ることを前提に作られたような嫌いがあるので、僕はよくニュルブルクリンクを走ると死ぬぞというふうに言ってたわけですけれども、車全体のこの馴染んでくると、やっぱり出来上がりはですね、すっごいですよね。もう昨日からこれで600キロぐらい連続で走ってるんですけれども、まあ、剛性感もあるし静かだし、これ軽く作ってあるんで、インシュレーターなんかも省いてあるんですけども、まあ今のようにある程度音はこう入ってくるんですが、結構このハーシネスもきちっとしています。まあ、そういう
ことをちゃんとやった上で RAR っていう車を作ったんですけども、これとは別に、ファイナルエディションっていうのは、S をベースにした、19インチをベースにした、最後の限定車。ただあれは他は何もやってない普通のカタログモデルですね。ですからある意味これと同じように買ったお客さんにいろいろやってよっていうことを暗に示唆してるのかもしれませんけども、排気系はノーマルなので、通常のエンジン出力と全く変わらないと、それが地付けとして違う あるわけですね。でそれに対してもう残り少ないカタログモデルは何度も言うようですけれども、最近レベルがすごく高い。それは何かというと車体もエンジンもすごくスバルの作るもののレベルが高いので、まあ、この残りあと1週間か2週間で売り切れちゃう前にですね、普通の安いやつを買うのも本当にお得な選択の方法だと思うので、それを買って、すぐ買えちゃうと思うんですよ。大事に大事に、家畜を飼うように、持ってみるっていうのもすごくいいと思うんですよね。そしてこういういいタイヤを、履いてあげる。それから、ナビなんてこだわる必要ないんですね。もうこれちょっといいナビつけちゃったんですけども、今 Bluetooth オーディオを持ってれば、すごく便利な時代になって、ジョインっていうのはちょうど今うちで売ってるのがあるんですけども、3万5千円ぐらいでしたが、これぐらいのちっちゃいユニットを入れてあげれば、もう例えばこの車なんか最初からスピーカー入ってますので、スマホのデータをそちらに飛ばせばですね、音楽も聴けるし、もうスマホの中に、この中にナビの機能も十分あるわけですので、それを組み合わせれば随分シンプルなオーディオも構成できると思うんですね。そうするともう一つこれの重さも、省略できる、ナビの重量も、カットできる。できるだけ軽くて軽くて軽くてっていうのを維持して車乗りたいですよね。そんな楽しみをこう提案しながら、もう今日が今年の多分ラストチャンスだと思って、ここまで来ました。この先はもう登山道で、道はないんですね。そういうところで、車の本質をちょっと試してみました。参考になれば幸いです。以上です。